え？マジ？どうも、アジフライ37のもこまるです。今回はですね、面白いネタができましたので動画を撮ってるんですけども、私もこまる局地話をやっておりまして、以前動画にもさせていただいたジーベック君がですね、未勝利戦をおかげさまで勝ち上がることができて、今放牧中なんですけども、実は私2頭持ってまして、もう1頭のお馬さんがブルータスというお馬さんに、今週函館の芝 1800m でデビューすることになりました。リオンリンス3区の函館芝1008の成績はかなりいいみたいで、芝1008の函館デビューっていうと、去年とかだとのレガレイラとかね、強い馬さんもいますので、なんとか一つ勝ってですね、まあ、クラシック戦線乗ってってくれたらなと思っております。思ったよりデビューが早くて、もうデビューできるんだと、なんとか6月デビューといったところで、調教の映像とか見た感じ、結構すがるい走りをしてますし、期待してるんですけども、血統面の方から見ていきますと、リオンディーズ3区で母の父がエンパイアメーカーと、サンデーサイレンスの 4×3、まあ、奇跡の血流を持ってますし、見ていただければわかるんですけど、とにかくクロスが多い馬なんで、体質的にどうなんだって言ったところは心配してたんですけども、まあ、今のところはですね、順調に来てまして、なんとボケからアーモンドアイとか、排出してるボケの血統らしいので、期待しているところは、あります。鞍上の方は大野拓也ジョッキーに、中級者は高柳水木厩舎ですね。有名なところで言いますと、スターズオンアースですとか、東進マカオを管理している中級者さんとなります。それじゃあ何が面白いんだいと、ソフトバンクの柳田悠岐選手、競馬が大好きで、ワイズレーシングという名前でですね、自身で大馬さんを持ってるんですよ。もう完全にオーナーとして、まあ、よくね、引退してからとかっていうのは聞きますけども、現役中に持ってるっていうのは本当相当好きなんだなと思っているんですが、なんと私の一口話の大馬さんが柳田選手の所有する馬と一緒に走ることになりました。はい、柳田選手が所有しているですね、大馬さんの名前が清風さつき。まさかのね、デビューの日がドカブリ、なかなかこう面白いことが起きました。私自身もね、野球やってまして、野球が好きなので、柳田選手もね、大馬さんと一緒に走るとワクワクしているんですけども、まあ、まずはですね、無事に頑張っていただきたいなと思っております。アジフライ37 T シャツ発売中。はい、ということでですね、今回柳田選手の大馬さんと新馬戦のデビューをかぶって一緒に走ることになったという動画でした。一口話をやってて思うのは、本当にね、一緒するのも大変ですし、デビューするのも本当に大変なんだなとすごく感じております。昔もう一頭持ってたんですけども、本当にデビューすらできず終わってしまったっていったところもあるので、まずは怪我せず無事にですね、初戦を終えられたらなと思っております。ということで、今回の動画は以上となります。ありがとうございました。またねー。